オラチュマラみたいな人。歯が取れました。やっていきます。意外とうまくないか。どう、分かんない。スタミジャパンです。よろしくお願いします。ASMR 配信を、やっていこうと思っております。懐かしいの。駄菓子を ASMR に乗せながら皆さんと楽しんでいこうと思います。スタンスといたしましては、眠れる ASMR 配信を目指して、やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。僕の録画だったり YouTube を聞いて安眠できるようなコンテンツを、どうぞよろしくお願いいたします。今日たくさん買ってきました。ちょっと量の感覚バグっちゃって、こちらの白い袋もあるんですけど、ちょっと買いすぎちゃったかな。まあ、王道の、はい、タコせんべいから始まりまして、こちらですね。はい、かわやきさん太郎です。いらん、これいらんか。梅ジャムせんべい、こちらです。二時三時のやつ。そしてこちら、じゃん、豚麺。あとこちらですね、コマ。というわけで、今から私の夕食の時間となります。この中からピックアップしてね、よく考えたら買いすぎましたね。まずはこの音ですね。ASMR なんで画面というより皆さん音を楽しんでください。音を、これどんな音が乗ってんのか俺わかんねえんだいただきます。おっきいね。
すごいいい音なんじゃない？てか、うまっ。これいきましょうか。卵ポールとかもういつぶりだよ。味あか。卵ポールいただきます。卵ポールうんま。マイクにこすりつけるとかもあるぞ。何よ。どこに入ってんの？やべ。誰だろう。オロチマルみたいな人。オロチマル。白雪ともえさんでした。ラムネを買ってきたので、ラムネを飲んでいきたいと思います。ちょっと待ってね。そんな攻撃ある？よく考えたらラムネと打点が同じことってないんで。いただきます。行ってみましょうか、皆さん。
パチパニックですね。自分でもいい音が鳴ってるのがわかる。これ全く関係ないんだけどさ、前から食べてみたかったの。ただのチョコレートクッキー。いただきます。もうこれうめえ。歯が取れました。ハフクハフクハフク。歯が抜けたんで終わろうと思います。歯が抜けたらしょうがないよね。歯がなくなっちゃったんだもん。というわけで、スタンミジャパンの ASMR エピソード0は歯が抜けてエンド。また来てください。お疲れ様でした。